どうも、アイチーです。今回は今ご覧いただいているこの動画シリーズの説明をさせていただきます。で、今回はですね、期間限定にはなるんですけど、高校受験を控えている方向けに受験勉強にちょっと役に立てればなと思って、数学と英語の問題を毎朝6時半に投稿していきます。で、期間としては12月25日から一応1月7日までを予定してるんですけど、毎朝6時半です。まあ、そこで起きてすぐやれよとは言わないんですけど、まあ、できればね、1日の勉強の始まりをこの動画でやってもらって、これが終わったら、よし、じゃあ勉強やるか、みたいな生活リズムを作ってもらえたらなと思って、ちょっと早い時間に投稿するようにしていきます。で、問題レベルとしては、まあ、5段階でもちょうど真ん中ぐらい。簡単すぎることもないですし、すげえ難しいっていうレベルでもないんですが、まあ、どの、レベル帯を目指している高校をね、目指している方でも必要なものになるとは思いますので、でぜひ、毎朝使ってもらえたらと思います。で、今回の問題に関してなんですけど、栄光ゼミナールさんっていう塾さんからですね、問題を提供していただきました。本当に塾で使っている問題を使っていいですよって許可をいただいて使わせていただいております。本当にありがとうございます。なのでね、まあ期間限定の、まあ本数もね、決まってしまうものにはなるんですが、ぜひ冬休みのレベルアップにこの動画シリーズ使ってください。私の方も撮影頑張っていきますので、一緒に頑張っていきましょう。